Google スプレッドシートのシートの中に何百何千あるいはそれ以上の行のデータが入力されている時特定の条件を満たしたデータだけを抽出したり並べ替えることができればデータを一括編集したり分析する上でとても便利になります特定の条件でデータを抽出するフィルタ機能の使い方を体験してみましょうここではフィルタ機能などの便利な機能を体験するためのデータの準備をします 多くの企業や組織が管理している表計算のファイルはデータテーブルと呼ばれる表形式で入力されています。データテーブルの例を挙げるとイベントや懇親会への参加の可否参加代金の回収状況などのデータを参加者ごとに記録して管理しているシート家計簿図書館での本の貸し出し返却履歴の管理などがあります。 データテーブルの形式で管理されているデータの中から必要なデータを取り出すという操作を体験していきましょう大量のデータの中から必要なデータを抽出するための元となるデータを新しいシートに作成していきますこの動画では Google スプレッドシートで使いこなせると便利なフィルター機能や並べ替え機能データ探索を体験できるデータを用意するための新しい Google スプレッドシートのファイルデータベース機能体験 という名前のファイルを作成します。この動画で作成していく「データベース機能体験」のファイルではこのようなことを想定しています。マイドライブに作成した「初めての Google アプリ」のフォルダをダブルクリックしそのフォルダの中に作成した「初めての Google スプレッドシート」のフォルダをダブルクリックしフォルダ内にアクセスします。「初めての Google スプレッドシート」のフォルダの中に新しい Google スプレッドシートのファイルを作成しましょう。 Google スプレッドシートで新しいファイルを作成したらファイル名を最初に設定します新しく作成した資料が何を実現したいものなのかは資料を作成したその時に一番明らかな状態だと思いますそのファイルが何をしたいものなのかを忘れないうちにファイル名の設定を行いましょうもちろん資料を作成しているうちにもっと良いファイル名を考察できたならファイル名は変更することができます 無題のスプレッドシートとして表示されているファイル名の箇所をクリックし、データベース機能体験と入力し、Enter キーを押して入力を確定しましょう。ファイル名の変更ができたら、このファイルがどのような目的で作成されたかをまとめます。シート1のシート名をこのシートの目的に変更します。このシートの目的のシートの A1 セルに このシートの目的と入力し、入力を確定したら、文字の大きさを14ポイント、太字に設定し、下線を設定するなどして強調しましょう。続いて、B2 セルにこのシートの目的の具体的な内容を入力していきます。このように入力しましょう。数百件の販売データを用意し、フィルタ機能 並べ替え機能抽出したデータの編集開業ピボットテーブルによる集計集計データからグラフを作成といった機能を体験します A 列の右端を左側にドラッグアンドドロップして列の幅を狭め B 列の右端をダブルクリックして列の幅を入力内容に合わせ調整しましょう 分析機能を体験するための元データを保存するためのシートを追加します。シートを追加ボタンをクリックし、新しいシートを作成します。追加されたシートを、販売データというシート名に変更しましょう。A1 セルにスムージー販売管理表 A3 セルにナンバータブキーを押して B3 セルに日付タブキーを押して C3 セルに商品名タブキーを押して D3 セルに単価税込タブキーを押して E3 セルに販売数タブキーを押して F3 セルに売上合計税込タブキーを押して G3 セルに販売担当者と入力しますこのシートの4行目以降に販売データを数百件のデータとして入力します サンプルデータを用意していますのでサンプルデータの A4 セルから右端までの列と下端までの行をコピーして貼り付けてくださいサンプルデータはこの動画の説明文にある学習サポートサイトに用意しています学習サポートサイトには説明文のリンクからアクセスしていただくかブラウザで「てくる」と検索し株式会社テクルの公式ページから 学習サポートにアクセスし動画が公開された年度の解説ページを表示しますそしてこちらの Google スプレッドシートのアイコンをクリックし参考資料にアクセスしましょうもしこのリンクからアクセスできないというエラーメッセージが表示されたらリンクを右クリックしシークレットウィンドウで Google アカウントからアクセスしていない状態でこのファイルにアクセスしてください サンプルデータにアクセスできたら見出しよりも下の表の内容をコピーし先ほど作成したご自身のシートに貼り付けてください他の Google スプレッドシートのファイルからデータをコピーしたい場合はコピーしたいデータのあるシートタブの右側の下向きの三角をクリックし別のワークブックにコピーをクリックします既存のスプレッドシートをクリックして 自分に編集権限がある Google スプレッドシートのファイルを特定しコピーを作成することでこのようにコピーが作成されますファイルそのものをコピーしたい場合は「ファイルコピーを作成」をクリックすることでファイル全体のコピーを自分の Google ドライブの環境に作成することができます Google スプレッドシートのファイルを Excel 形式でダウンロードし自分の Google ドライブに ダウンロードした Excel のファイルをアップロードして Google スプレッドシートで開き編集することでも他のファイルのデータを活用することができますさまざまなやり方で他の Google スプレッドシートのファイルの内容をコピーすることができますここではこのようにご自身の Google スプレッドシートに販売データのデータセットが整うようにしてくださいサンプルデータを貼り付けることができたら それぞれぞの列の幅を調整して入力内容が見やすくなるようにしましょうこの時フィルターを設定すると見出し行の右側にフィルターの機能のアイコンが表示され見出しの行の入力内容が分かりにくくなることがありますそれぞれの列の入力内容よりも少し長めに幅を調整しましょう下の方のデータを表示した時にもどのようなデータがそれぞれの列に表示されているのかが分かりやすくなるよう 見出し行として3行目までを固定しましょう。このシートで使用していない i 列から右の列すべてを削除しましょう。表を見やすくするため、枠線の設定を行いましょう。シートの一番下を確認してみると見出し行が固定されていることを確認できます。シートの一番下よりも多くの行のデータを作成したい場合はシートの一番下から追加したい行数を指定して 追加をクリックすることで行を追加できます。このようにサンプルデータを整理できたら、ここからさまざまな機能を体験していきます。サンプルとして用意したデータは、販売した順番にデータが並んでいます。イベントの何日目に販売したのか、商品名、単価、販売数、売上合計、販売担当者の名前といったものが記録されています。 販売するにあたって、たくさん買ってくれたら値引きするというキャンペーンをしていて、販売数が5個以上の時には、単価を50円引きしているという運用を実際はしていたとします。サンプルデータでは、販売数がいくつであったとしても同じ単価を入力しています。販売数量が多いデータだけを抽出して、正確な単価である250に内容を更新しましょう。 特定の条件を満たすデータだけを抽出するためにフィルターという機能を使用してみます表形式で作成したデータの範囲のうちどこかをクリックして「データフィルタを作成」をクリックしてみましょうすると表の先頭行のそれぞれの列にフィルタの条件を指定するボタンが表示されますこの時先頭行の内容が見えにくくなっている場合は列の幅を少し広げてみましょう このフィルターボタンをクリックして列ごとに抽出条件を指定しますフィルターによって表示されなくなったデータは削除されるのではなく非表示になっているだけですそれぞれの列のフィルター条件を解除したりフィルター機能全体を解除することで再びすべてのデータを表示できるので安心して抽出ができますここでは販売数のフィルターを設定しますフィルターボタンをクリックし 5未満の数値のチェックを外してたくさん購入されたデータだけを抽出しましょう抽出したい条件の列のフィルターボタンをクリックし非表示にしたい値をクリックしてチェックを外します条件を指定できたら OK をクリックしましょうするとチェックされていた値のセルの行が抽出されて表示されます抽出されたデータの単価の数値を300から250に変更します単価 税込みのセルをククリックし、キーボードの下方向を押して半角で250と入力し Enter キーを押して入力を確定します入力を確定した250のセルをコピーし同じ列の一番下のセルまでを指定して貼り付けます一番下まで範囲を選択するには Windows では Ctrl キーを押しながら Shift キーを押しながら下 Mac ではコマンドキーを押しながらシフトキーを押しながら下のショートカットを使うと簡単に操作できます貼り付けたい範囲を指定できたらコピーした内容である250を貼り付けましょう変更したいデータを一気に変更できたのでもう一度全てのデータを表示し正常にデータの変更が反映されているのかを確認しますフィルターの設定をした単価税込みの列のフィルターをクリックし フィルターの選択肢を下方向にスクロールしチェックが外れている1234をクリックしチェックをつけますこの操作は全て選択をクリックしても同じです条件を指定できたら OK をクリックしましょうフィルターを設定していた時に非表示となっていた販売数が5未満の数値1234に該当する 単価の列が300のまま変更されていないことが確認できます。フィルタ機能は指定した列の値が設定した条件と同じものだけを抽出するという機能です。フィルタを解除したいときにはフィルタのアイコンが濃くなっている列がこの項目でフィルタをしているという意味になりますのでフィルタを設定した列ですべての項目を選択とすることでフィルタを解除することができます。またはデータ、 フィルターは1つの列に対してだけではなく同時に複数の列に対しても指定できます。販売数が5以上でかつ日付が2日目でかつ商品名がキウイバナナスムージーのものといったように複数の条件でデータを抽出できます。フィルターにはさまざまな抽出条件の設定方法があります。 同じ列の中で強調するために文字の色やセルの背景色を変更している場合は色で抽出ができますフィルターの条件は入力内容の選択肢をクリックしチェックをつけたり外したりする以外にも指定できます先ほどは販売数が56789のものだけにチェックをつけたままにすることで5以上の値であるセルの行を抽出しましたフィルターの 条件でフィルターをクリックして表示されるさまざまな条件から指定して5以上としたり4次よりも大きいとすることなどで同じように条件を指定できますここでは詳しく解説しませんがフィルター機能から表の中のデータを並べ替えることができますナンバー列の数値が小さい順 A から Z 小順で並べ替えたり商品名の列の 文字を標準や高順にすることで商品名ごとにデータを連続させて並べ替えるといったことができますフィルターを使いこなすことでたくさんあるデータを特定の条件で抽出し一気に編集したり分析できるようになりますのでぜひフィルタ機能を活用できるよう練習してみてください Google スプレッドシートで作成したデータを並べ替えることができます販売データを売上日が古い順から新しい順 あるいは新しい順から古い順に並べ替えたい販売金額が大きい順に並べ替えたいといったことがあるかと思います共同編集で分担して作成した名簿を社員番号や学籍番号の文字順に並べ替えたいといったことがあるかと思いますそのような時には並べ替え機能を使って指定した条件でデータを並べ替えることができます「販売データ」のシートにあるデータを並べ替えてみましょう 1一つの条件だけですぐに並べ替えたい時にはフィルター機能から操作できます並べ替えたいデータにフィルターを設定し並べ替えをしたい条件のある列のフィルターボタンをクリックしますここでは売上合計税込みの列の数値が大きいものから小さいものに向かってつまり Z から A 高順で並べ替えてみましょう売上合計税込みの隣にあるフィルターボタンをクリックし Z から A で並べ替えをククリックしますすると表全体のデータがナンバー列が小さいものから順となっていたものが売上合計税込みの大きいものから順に並べ替わりますフィルター機能からの並べ替えでは1つの列だけを条件に指定し数値が大きい順や小さい順文字コード順 IUAO 順の小順や高順での並べ替えができます もともとのデータの並び順に再び変更したいときのため並べ替えを行う前のデータにナンバーの列のような順番を示す列を用意しておきましょうしかしナンバーの列の値が一つ上のセルの値に1を足すといった数式で定義されている場合並べ替え後に再計算され並べ替え前の値ではないものが表示されることがありますナンバーやタイムスタンプを値として入力しておくことで 並べ替えの操作を何度でもできるように工夫しましょう。次に複数の列を条件として指定して並べ替えを行います。販売日を小順に、販売金額を後順にという2つの条件を指定して並べ替えます。並べ替えを行いたい表のすべての範囲を指定し、データ・範囲を並べ替えをクリックします。入力が連続している範囲をすべて指定するには、 Windows ではコントロールキーを押しながら A、Mac ではコマンドキーを押しながら A のショートカットキーの操作をすると便利です。データ・範囲を並べ替えをクリックし、データにヘッダーが含まれているにチェックをつけ、1つ目の並べ替え条件を日付として、並べ替え種別を A から Z にします。 並べ替えの基準となる別の列を追加をクリックし、2つ目の条件として売上合計税込みを指定し、並べ替え種別を Z から A と指定します。並べ替えの条件を指定したら並べ替えをクリックしましょう。するとこのように指定した条件でデータが並べ替えられます。範囲を並べ替えから操作を行うと複数の列での条件を指定した並べ替えができます。 ここでは2つの列での並べ替えの条件を指定しましたが、並べ替えの基準となる別の列を追加をクリックして3つ以上の基準列を指定できるようにもなります。範囲を並べ替えの指定を間違えてしまった場合、直前の操作をやり直すショートカットをしたり、画面左上の元に戻すボタンをクリックし、簡単にやり直すことができます。並べ替えの操作をしてから長時間が経過したり、 ブラウザを閉じて別の日にまた編集をするときに元々のデータの並びに修正したいというときもきっとありますそのようなときにはナンバーの列やタイムスタンプという列を用意して元々の並びとなるようなデータを値として入力しておきましょうナンバーのような値を入力した列を並べ替えの基準とすることで並べ替え前の順番を簡単に再現できますフィルターや並べ替えの機能を理解し 効率的なデータの抽出や一括編集などのデータの活用ができるようになりましょう。